単純に嫌いで避けているのか、うん、見極めのポイントがズバリあります、うん、あ,あるんですねうん、早く言ってよそれを実は好きだと思っている男性にしてしまう女性の振る舞いごっせん あれもしかして、俺、避けられている昨日まで仲良かったのになんでそんな経験ある方も多いのではないでしょうか急に避けられてる感じ。または、この子、俺に愛想悪いな、という女性は周りにいらっしゃらなかったですかねまあまあ、ゼロではないかもしれないですね。そんな女性が、もしかしたらあなたに恋を寄せている可能性があるんです。えなんだってこれはいわゆる、好き酒というものですね。塗り壁いや、好き酒です。 好き避けとは、その言葉通り、好きなのに避けてしまうということですね。好きけ 好意を抱いている男性から何かしらアプローチをされるとそっけない態度をとってしまうことを指します。逆にそっけない感じ。まあよく言われる、まあ嫌よ嫌よも好きのうちに少し似てるかもしれませんね。うんうん、はい。で、一見すると不自然な行動のように感じられるんですけれども、うん、好きな人に対して本心を隠したがることは珍しいことではありません。うん、少し冷たくされたからといって、すぐに嫌われたと落ち込む必要はないでしょ。そういう場合もあるということね。そう。今日はそんなね、 好きな男性にしてしまう女性の心理。略して好きけ心理と、好きな男性にしてしまう女性の行動。略して好きけ行動を具体的に解説していきます。好きけ心理と好きけ行動そうですね。はい。まず好きけする心理から。うん。これに関しては4つございます。あ、じゃあ僕その4つ、ちょっと当ててもいいですかいや、当てられますあ<の>まだノーヒントですよ。自信あります。自信あるうん。つまり、あれですよね。女性が好きな男性を避けてしまう心理的理由ってことですよね。うん、そうですね。あ、わかります、これ。 うん、ストレスによるものトラウマによるもの体に合わない反復動作によるもの目標と実力のギャップによるものそして怪我や故障によるもの違うなえそれスポーツ選手がイップスになる理由だな違うかしかも5個あったしねうん、うん、全然違いますよ違うんだ、うん、女性が好きな男性を好き避けする心理まず1つ目はプライドが高いプライドが高い プライドが高いと、自分の気持ちを相手に知られることに強い抵抗を覚えてしまう場合があります。うん、そのため、本当は好意を抱いているのに、その気持ちを悟られまいと好きな気持ちを隠そうとしてしまうんですねプライド高め女子ってことね。好き避けする心理二つ目、軽い女だと思われたくない。軽い女だと思われたくない。相手によく思われたいが単面に、軽い女だと思われたくないという心理から好き避けしまうこともあります。<う>気持ちがね、硬いとかっていう、アピールしたいっていう思いからの行動だと思います。 も言えますねああプライドが高いとはまたちょっと違うけど、うん、軽い女とは思われたくないってことね好き避けする心理3個目駆け引きをしている駆け引きをしている恋愛ノウハウ本とか動画とか冷たい態度を取った方がいいとかね一度断ることで相手の気持ちを高められるとかね、うん、教えてる人もいます、うん、それを鵜呑みにしてテクニックを実践しているというケースもあると思いますよ、はい、しかし実際のところこれはね恋愛慣れしていない人に多いパターンだと言いますチキンさんもマニュアル本通りやるタイプだもんね 好きする心理4個目恋愛におく,くて恋愛慣れしていないもしくは対人関係が苦手で行動がぎこちなくなるケースも考えられますなるほど特に意中の相手と同じ職場など近い環境にいる場合に好き避けをしてしまうことも多いと思いますね、うん、女性自身もどうして良いか分からず悩んでしまって自己嫌悪に陥ることもあるようですね正解が分からないということですね,う,ですねうん、うん、それでは実際好き避けの行動とはどんなものがあるのか これ5つございますので。実際の行動のところですね。あ、じゃあ僕、これも当ててもいいですかいやいや、もういいです、もういいです。なんか全然関係ないこと言ったので、話の腰折られちゃうんで、いいですいやいや、本当次は、自信ある、大丈夫です、本当に。自信があるうん。ですか当大丈夫です。信じてください。あ、わかりました。じゃあお願いします。具体的な行動5つです。5つです、五5つです。大丈夫ですかはい、大丈夫です。いいですかじゃちょっと。え仕事を全て書き出し、見える化する。そして2つ目が、重要な仕事は分解し、最初の一歩具体化する。で、3つ目が、 仕事の優先順位をつけ定期的な見直しを行う。四つ目が納期といつやるかを決めて実行する。そして最後、五つ目は学びと改善を得るための振り返りを行う。全然違うです。あ、そう。何そのしょうもないコンサルのセミナーみたいな。本日に限り、うるさい。うるさい。うるさい。うん。好き酒の行動です。あ、違いました。全然違います。しょうもないコンサルのセミナーみたいです。それ。しょうもないコンサルセミナー有利。違います。好き酒の行動ですよ。五つね。これ私からちゃんと紹介させていただきます。改めてね。 はい。1個目。基本的に目を合わせない。2>, うん、2個目。女性から話しかけてこない。うん、3個目。みんながいると冷たい態度になる。うん、4個目。離れているときは視線を感じる。うん、5個目。電話や LINE だと優しくなる。これ全部パーフェクトで当てはまってたらもうなかなかたまんない感じですよね。たまんないでしょ、うん、うん。まず1つ目の、基本的に目を合わせない。基本的に目を合わせない。好き酒をする女性は挨拶とか会話をするときに基本的に目を合わせようとしません。うん、目を合わせることで顔が真っ赤。 になったり言葉がうまく出なかったり、はい、まあドキドキしていることに気づかれてしまいそうだからなんですね、うん、なのでできるだけ顔を見ずに手早く終わらせようとします、うん、決して嫌っているわけではなくて好きな気持ちの裏返しであると理解しておきましょう好きな気持ちの裏返し突き裂けコード2つ目女性からは話しかけてこない女性から話しかけてこないたくさん話しかけたら行為がバレるのでは、うん、と考える女性は基本的に自分から話しかけることはしません<ー>仮に仕事の連絡などで話す 機会があったとしても、うん、さらっと手短に終わらせてしまったり、うん、不自然に冷たい振る舞いをしてしまったりすることがあります、うん、仲良くなりたければ自分から話を振ってあげるのがおすすめですねそういう場合はこちらから呼び水をしてあげるといいか好き酒コード3つ目のみんながいると冷たい態度になるは、うん 周囲の人に声を寄せる相手が存在していることを知られたくないと思っている場合ですね。うん、このタイプの女性は複数人でいるときは好きな人に対して特に冷たい態度になることが多いです。複数人のときは特に二人きりでいるときよりも複数人でいるときの方がまそっけないと感じる場合、好き避けされていると考えてもいいでしょうこれは結構確率高そうですね。好き避けコード四つ目、離れているときは視線を感じるっていうのですね。うんうん、これも好き避け女性のあるあるなんですけれども、あ,あるある近くにいるとき は自分の気持ちが。 バレるるかもししれないと思ってて警戒んですね遠くから見つめている分には気持ちを悟られることはないと安心してるわけなんですよよく視線を感じるとかね目が合うことが多いんだけど合うとそらされるって場合は両思いを期待してもいいでしょうと離れてるときは目が合うこれ目が合うっていうのはもうシンプルだけどすごい男からすると嬉しいやつだよねう嬉しいですよ最後5つ目の好き避け行動。電話や LINE だと優しくなる電話や LINE だと優しくなるそう な女性はですね電話や LINE など顔が見えない状態であれば普通に話してくれます、まあ、対面じゃない時はというのも実際に顔を合わせるよりも自分の本心を悟られにくいため、うん、緊張せずにいつも通りの自分で接することができるものなんですよああみんなに気持ちがバレたらどうしようみたいな周りの目を気にする必要がないのも大きなポイントってことですね、うん、その通りですちなみに、うん、今言ったもものはもちろん嫌いで避けている可能性やそうですよそこなんですよ問題が。 けね、はいはい、そう単純に嫌いで避けているのか、うん、見極めのポイントがズバリあります、うん、あ,あるんですねうん早く言ってよそれをしかも超簡単、うん、超単純です超簡単見ほじそれはね目が合うかどうかです目が合うかどうかそけない態度が多くても目が合うことが多ければ好き避けの可能性が高いんですよ目が合えば可能性が高い、うん、しかしもし目が合わなくても、うん、あるいは対面では冷たくされてもまだ可能性が100%な 亡くなったわけではないんです。まだ可能性がある。もし対面に冷たい場合でも line 等の返信がマメであれば。 脈ありと言えるでしょうの返信が対面してる時に全く目が合わない既読がついているのに返信が全くないという場合はもうボルロックスに切られてるので諦めて過ぎてくださいでしょうねそれはね対面でもダメだし非対面でもダメってことだ全部ダメですからねそれはもうそれはそうだわそうですよねダメに決まってるわというかもう基本ダメだからダメだメ分かったそれはもう誰でも分かるでしょうを 勝手にね、十二十三十にしちゃダメだわね。そうですよ。次行った方がいいですよ。そうなのよ。じゃあちょっといいですか？いいであります？あの僕もね、正直ちょちょ、じゃあホタはお思うとこあるから、行くぞ。お願いします。毎日お隣さんからおかずをもらう。 いや、いいじゃないのよ。この、ご時世ね、そういうご近所付き合いの減ってるからね。昔はそういうのが良かったんだから。うあ、本日は、好きな男性を、あえて避けてしまう女性の特徴について、チキンさんからご紹介いただきました。はいはい。うん。まあ、簡単に言うと、素直になれない子猫ちゃんといったところでしょうかね。まあ、おじさんが言うと、ゾクゾクしますけどね。興奮しますかはいや、寒気の方ですでも、どうですか実際、えー、チキンさんのことがね、好きな女性がいたとして、うん。その女性が、全然チキンさんの近くに来てくれないとか、話しかけてくれない、目も合わない。 うん、これ気づけますかねいや気づかないですよね。うん、でもだから先ほど言ったように目が合わない場合は LINE の返信が来るかどうかが大事なわけで。うん、いやでもねそんな人と LINE を交換してるかいそもそも。交換をしてる可能性が低いでしょ。あまあ ねっだからチキンさんはいつも爪が甘いのよいや完全にそこはちょっとすっ飛んでましたねはいでしょ、はい、まずはさ LINE の交換すまあ確かにね,ねあんまり喋ったことない関係も、うん、薄い人にこう LINE 教えてくださいってちょっとおかしいでしょ LINE 全然喋ったことなかったら、まあ、まあそうだな、ねうん、まずはこう関係性作って LINE、うん、交換っていうところだ,か、うん、だからチキンさんはさ実体験が少ないからそうなるのいつもあなただから勉強できるけどその人の気持ち とか思いやりみたいのにかけるじゃない。いやもういやそんなに。ね そんな言いますもう、ヨゼミせじゃないそれじゃ。ヨゼミせそんなのはもう。もう、自分の夢掴むために必死じゃないもう。いや、ヨゼミせはそれでいいのよ。もう受験控えてるんだから。ヨゼミせイよ、そんなの。いや、いいね、ヨゼミせは。それじゃ、まるで。そういうことだよ。まずは連絡先を聞くかどうかでしょうよ。まあまあ、そっか。ね。そこか。ということで、僕からはね、私、タッキーからは、女性の連絡の聞き方。これを皆さんに教えちゃおうかなと思います。連絡先の聞き方そうそうそう。まずそこでしょうん。僕ね、連絡先聞くの なんですよまあでも確かにね、ターキさん、マインドは完全にギャロウですからね。そうですよ。マインドの方は純ギャロウですから。ちなみにどれぐらい連絡先聞いてるんですかいやいや、全然もうそれこそ、未だにこう、週1、2回は必ず QR の LINE のね、やつを読み込んでますよ。あ、それは読み込んでるね。読み込んだり読ませたりね。読み込ませたりか。あ、電話番号。読み込んだり読ませたり。読ませたり。してるよ。ちょっとわかんないけど。で電話番号とかもそれはもう電話番号なんかももう、もう、こっちはもう市外局番から聞いちゃうから、もう。固定の方だ 固定の方いっちゃうからロ三なんっていやもう03だろうともう027だろうと089だろうとも群馬でも愛媛でももういっちゃうからもうすごいね随随いっちゃうから家電聞くんだそう家電聞いちゃうからすごいねこっちは家電の方いいって言うから教えてくれるもんすごいねそうじゃあ早速ね皆さんに連絡先の聞き方ちょっと指南しちゃいますねというかもうそんな大それたもんでも何でもないんですけどシンプルにストレートに聞いちゃってくださいストトレーにいやそれ 聞けます聞けます。もう周りどいのが一番本当気持ち悪いんで、もうね、写真交換しようとか、携帯見当たらないから、ちょっとな、らして、ちょっとなんか、うん、グループ LINE 作ろうみたいなんで、もう、もうそういうのがうるせえと。まあでもやりがちよ、僕らは。そんな小細工使っても、この人、私と連絡先交換したいんだろうなっていうのは、もうバレちゃってて、もうバレてるから、もうシンプルに LINE 聞いていいとか、今度電話するから教えてって言った方が、もう、あ私に興味持ってくれたんだ、この人、堂々 交換ししてててててくれて言ってくれれ言っっった男らら男いなって思ってもらえるんで<う>そんな言い方よりね、大事なのはタイミングなんですよ。タイミングタイミング。ング<う>このタイミングが非常に重要なんですよね。タイミングね。うん。大事なのはタイミングなんですよ。はい。そんなね、平日8時の有楽町で初対面の女性にいきなり連絡先聞いても教えてくれるわけないんですよ。い,いねえよ、そんなやつ。うん。じゃあ、どんなタイミングで聞いたらいいかっていうとね、ズバリ、相手の女性が長話をした後です。女性が長話をした後そう。<え>長話。 人っていうのはね、自分が話してる時に、うん、 性行為とか、大好物を食べてるのと同じ時ぐらい、ドーパミンが放出されると言われてるんですよ。なるほど。うん、じゃあ、そんな長話をした後に、連絡先を聞かれたらどうですか、うん、チキンさんがもしね、自分だったらどう、どう思いますかあ、僕の話の続きに興味があるのかなってなりますよね、うん。そう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 、そうでしょうねえ。なので、まずは相手に長話をさせる必要があるんですよ。長話。うん、確かにね、うん。なんで、まあ、いわゆる、オウム返しとかね、相槌とか、おおそういうテクニック あるじゃないですかそこ適当だなそうその辺を使ってください適当なね。もう相手に7割8割9割それぐらい話をさせたら間髪入れずに相槌と同じタイミングで相槌と同じテンポで LINE 教えてよって言っちゃってくださいそれで聞けるんですかはい連絡先聞けますもう聞けますでもねもう一つだけ大事なポイントあるんでポイントがもう一つあるそうこの時なんで女性が連絡先を教えると言えるかちょっと女性の気持ちになって考えてみてほしいんですけど女性の気持ちになって考えるはい 自分がわーっと喋ってね。うん、で、気持ち良くなって、あー楽しかったってなって。で、連絡先聞かれて。うん、その時自分の警戒心どうなってますか緩んでますね。緩んでますよね。緩んでますね。ね。はい、その時にもし、うん、いや、私ちょっとなんて言ったらこれどうですか自分が女性だと思って考えてみてください。あー。うん。いや、なんかね、ちょっとお高く止まってるみたいですね。あ、なんか私お高く止まっちゃってるかなって。な、そうね、な,うねなるでしょ。うね。ここで自分の連絡先を懐に隠したら、ちょっと気取って ちちちゃゃゃっててるる感出るんでですよな、ね、なのののの大事なポイントはこの時にに連絡先を聞く時にめちゃくくめ当然の流れの顔をしてくださいえ、普通、<え>みんなこのタイミングで聞くよ、みたいな。めちゃくちゃ当然の流れの顔。え、もう、納税してないのよ、あなたは。やばくない周りみんなやってるよ、みたいな顔で。それぐらいの感じで聞いちゃってください。<laughs> それは教えないと、お高く止まってるっぽい感出るもんね。そうでしょ。うん、ね、ね例えばね、うん、子供の父母会がありましたと。父母会でそですね。そこで、あの、父母、保護者でね、みんなでグループライン作ろうってなったときに、 いや、ちょっと、うちはちょっと、なんつっおかしいでしょ。私は不妨会なのにね,ね。そうそう、不妨介の必要な事務連絡をするんだから。帰らないおかしい。ね、そうそう。だから、それって当たり前の店舗間感でしょ。うん、ね。それはなんでかっていうと、そこが引っかかるのはポイントじゃないからなんですよね。そう。だから、女性に連絡先聞くときも、聞くのが当然の流れだし、答えるのが当然の流れだし、みんな普通にそれするよね、みたいな。なるほど。恋、うん、行為はあるけど、うん、あくまで事務的に必要だよ、みたいな感じで。そうそうそう、そう、そういう感じを出せば、<ー>そう、物分かりいいね、あなたね。あありがとうございます。うん まあこれであの成功率ももう最強戦の混雑率ぐらいにはなりますから。そ、それすごいよ。うん。平日午前11時半のね。あ、じゃ大したことないか、そこは。大宮の先だけど。あ、もうガラガラだ。下りだ。下り。そう。それぐらいにはなりますから。そういうことか。うん、そう。だから、うん。ちょっとね、タイミングと、はい。テンポが。 で、言うセリフはもうシンプルでいい。もう、なんて言うんだっけもう普通に連絡先教えて,て。でも同じど、もう本当流れの中で。流れの中で。テンポよく。うんうんうん。<ー>じゃあ連絡先教えてと。いいね。うん。ほん電話するから電話教えてと。それ,それは使えますね。そうそうそう。 だってもう当然の顔したないとね。だねは,いは,いはい。だそれで、なんかこう、ちょっと周りくどく、うん、とするとなんか、ああ、そういえば、なんか、あんこの間ああ、お店行ったああ、やつ、うんうん、ちょっと共有うしたいからああ、リンク、リンク送るからって言ったら、あ、ごめん、じゃあエアドロップしてくれるって言われちゃうよ。<laughs> <laughs> エードロップでって言われちゃうから。<laughs> いや、きめえな、そいつ。ーきめえよ。だからもう、<laughs> シンプルに。で、電話したいから、LINE、はい、したいからって言った方がいいよ。そう、タイミングと顔つき。うん、じゃ、結論いいですかはい。連絡先を交換することは、会話と手順さえ間違えなければ難しいことではありません。 相手に興味を示し会話をして会話の隙間に相づちと同じようなタイミングでストレートに聞きましょう回りくどかったりしつこく聞いたりボソボソ聞くのは絶対にやめましょう僕が全ての dm に返信しているのはわずかな可能性を信じているからです チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますコメントも大歓迎ですモーニングドッグショーは平日毎日おしゃべりしています18時配信です音声配信アプリスタンド FM では365日毎日ラジオトークを行っています毎朝お耳だけ拝借させてくださいそれではさようなら